第171回の芥川賞に2作品直木賞に1作品が選ばれそれぞれの受賞者が喜びを語りましたどんな小説でもいいですし、まあ、それが評価されなくてもいいのでただ書き続けるということに挑戦していきたいです思いつく速度に合わせてキームスタイルは常時変えていきたいなと思ってます 読みやすく、とっつきやすいっていうのも、純文学の一つの、あの、入り口だと思っております。開かれた順文、面白い順文っていうものを、多くの人に、伝えていければなと思っております。芥川賞には、現役の医師でもある朝比奈亜さんの。三章王の四十九日と、松永慶三蔵さんの、バリ参考が選ばれました。 ともに初のノミネートで松永さんは茨城県出身者としては初めての受賞になりましたまた直木賞には3回目のノミネートとなる一穂道さんの積みデミックが選ばれました言いたいことはこれからも今までも紙の中に自分の言葉としてあります物語の中でまた皆さんと出会えたら幸せです